はい、矢沢敏弘です。今回はですね、ファッションの話をしてみたいと思うんですけれども、ファッションといってもですね、ダリオ・アルジェントとのコラボですよね。コラボということで、アルジェントのですね、世界観がこう、見事にですね、ファッションの世界に、導入されているという例をですね、今回ご紹介してみたいと思います。ということで、MSGM のミラノコレクション、女性編ということで、ミラノですよね。ミラノというと今、ちょうどですね、コロナウイルスがこう蔓延してですね、ミラノのコレクションもですね、要するにモデルさんは歩くんですけれども、観客がいないというようなファッションショーもあるんですけれども、幸いにもですね、この MSGM の、今回のですね、コレクションについては、観客が入るという状況でですね、行われたということになりますね。ということで、数々のですね、デザインがお披露目されたわけですけれども、今回は女性編ということになってるんですけど、先月ですね、先月メンズコレクションがあったわけですけれども、今回は満を持してといいますかね、女性編、アルジェントの世界観とですね、女性とか若い女性ってこう結構合うところもありますんでね、そんなところをですね、今回ご紹介してみたいと思います。この MSGM のデザイナーと創業者ですね、マッシモ・ジョルジェッティ氏という若きデザイナーなんですけれども、彼のですね、デザインによる今回のコレクションなんですけども、2020年の秋ですね、そして2021年の冬ということで、秋冬コレクション、2020年から2021年ということで、もう半年以上先ですかね、もうほぼ1年先のコレクションをですね、今回ミラノでコレクションでですね、ファッションショーがランウェイショーということで行われたわけですよね。ということで、アルジェントがコラボしているといいますかね、コラボというよりも、アルジェントにメールを書いてですね、このジョルジェッティさんがですね、アルジェントにメールを書いたところですね、アルジェントが、快諾してですね、今回の、ショーといいますかね、デザインに、結びついたということなんですよね。で、2月の22日にですね、今回の、ミラノのファッションショー、ウィーメンズ編ですね、が行われて、女性ですので、スカートであるとか、トップスですよね。トップスであったり、いわゆるこう女性向けのファッションのデザインをですね、今回お披露目ということで、そのままというよりもですね、アルジェントの映画にこうインスパイアされたデザインというのも数多くあります。それが本当、そのままというようなものあるんですけどね。で、例えば映画のスチールをこうプリントしたものだとか、サスペリアの、なんですかね、ポスターですかね、そういったものをこう出したものとかですね、プリントしたものとかですね、足の方ですかね、スカートのところにですね、スチール写真、フェノミナとかですね、そういったものをデザインしたものも、多数出たということですね。例として、1977年の、サスペリアですね、あと75年のプロフォンドロッソ、サスペリアパート2、そして私は目撃者ですね、であったりフェノミナ、こういった数々の作品ですよね、代表的なアルジェントの作品をこうコラージュしてですね、それをですね、ファッションに生かしているというようなものが今回ウォーキングでですね、ありました。結構かっこいいんですよね。アルジェントってもともとファッショナブルな映画ですのでね、本当にこうクローズって言いますかね、ウェアに合わせるとですね、本当にこう比類なきものを醸し出してましたね。で、ジョルジェッティさんが言うにはですね、ティーンエイジの頃からアルジェント作品に魅せられていたということで、もともと子供といいますかね、若い頃からですね、アルジェント作品をこうやっぱり、デザイン的にもやはりアルジェントのというのはこう親和性があるんだと思いますけどね、やりたいということで、ジョルジェッティさん自身はですね、ファッションの世界だけど閉じているというわけではなくてですね、音楽であったり映画であったりということで、外からのいわゆるカルチャー全般からですね、自分のデザインとかですね、そういったファッションの世界を構築するというようなことをずっとやっていますので、今回は本当にですね、アルジェントに、焦点を当ててですね、自分の作品にこう投影させたというようなことをやってます。で、アルジェントはですね、今回ファッションショー最前列に座ってこうショーを見ていたということで、自分の映画の世界観がですね、どのようにファッションの世界にこう投影されているのかというのはやっぱりこうずっと見守っていたということですよね。で、アルジェントに言わせるとですね、ファッションは人生のように個人的な文化を形成するというようなことを言ってます。確かにですね、映画というものよりもこうファッションですよね。衣類というものは衣食住と言われるようにですね、もう人の生活だったり人生にですね、
密接不可分ですよね。そういったことからするとですね、一番身近な、まあ、文化と言ってもいいんではないかと思うんですよね。で、個人的な文化を形成すると。ファッションとりわけ MSGM は私の映画で見つけられる多くのエモーションも全てを、まあ、服と言いますかね、着れ布の上に捉えることができたというようなことを発言してるんですけれども、まさにですね、映画の中のまあ世界観だったりエモーションなるなものですね、そういったものをですね、全てこう衣装だったりですね、デザインの中にまあ投入してですね、それを捉えることができたというような、まあ賛辞を送ってるわけですよね。あんまりこう賛辞というか、ね、やっぱりこうコラボしてますんでね、リップサービス的なものもないわけではないと思うんですけれどもね、まあ、アルジェント自身もですね、自分の世界観がこうファッションの世界にこう展開されるというのを見てですね、非常にこう、まあ、喜ばしいと言いますかね、そんなところがあったんだと思うんですよね。ということで、まあ、まさにですね、アルジェントの映画というのは悪夢の世界観ですけれども、それをこうファッションというですね、どちらかというと生活にこう密接しているものにですね、変えたということで、悪夢を生活に変えたというようなことを言ってますよね。ということで、今回のデザインですけどね、なかなかこう、ポスターだったりですね、スチールをこうそのままつけたものもあります。こうインスパイアされたものですね。例えばこう手袋なんですけどね、女性向けなんで、こう黒の手袋だけではなくて、真っ赤なですね、手袋をはめてるファッションのですね、ウォーキングがあったりですね、という、まあ、本当にいろんなものありましたよね。ですのでね、まあ、間接的にこう世界観を表してるみたいなものもありましたね。特に面白かったのはですね、こうちょっと個人的にこう面白かったのは、4匹のハエってありますよね。4匹のハエという映画がこうアルジェントの3作目にありますけれども、あれをですね、ハエをこう4匹やると、ちょっとやっぱりデザイン的にちょっとどうかなって感じしますので、これハエの代わりにですね、蝶ですね、バタフライですよね、バタフライを4つ描くことによってですね、いわゆる4匹のハエの世界観をですね、投影しているような作品があったりですね、あとはもうあれですかね、もう私は目撃者という、ね、キャットナインテールズということで、まあ、猫ですよね、キュービの猫という現代ですけれども、猫の絵をですね、もうこう全面的に出したりですね、まあ、そんなような作品があったりですね、まあ、非常にですね、今回面白い作品がこう集まってますのでね、非常にですね、このマシモ・ジュルジェッティ氏のデザインというのはこうなかなか見せるものがありましたよね。ということで、まあ1月にメンズウェアのコレクションがあって、まあ、それも非常に面白かったんですけれども、これで男女揃ったということでですね、まあ、おそらくもう日本でも購入といいますかね、入手することはまあできるんではないかと思いますんでね、まあ、ご興味ある方はですね、ぜひ、まあ、それを入手するということをね、お勧めするというかね、私もメンズの方をですね、ぜひね、機会があれば、欲しいなと思ってますね。ちょっとなかなかね、体型がいわゆるこうね、モデル体型ではないんでですね、まあ、それまでにね、こうきちっと、服が合うようにしておきたいと思いますけどね。ということで、まあ、今回ですね、ミラノコレクションということで、まあ、ファッショナブルでね、非常にこうアルジェントに親和性があると思いますのでね、まあ、今回ご紹介させていただきましたけれども、まあ、ちょっとミラノはですね、現在その、新型コロナウイルスの影響でですね、いろいろなところが閉鎖されたりですね、本当に街から出られないような状況になっているという報道があったりですね、少しこう、大変な状況になっていると思いますけれどもね、日本でもね、そう同じようなこともね、あると思いますのでね、みんなで本当にこれをね、こういう危機というのをね、あれですよね、乗り切っていきたいと思いますけど、特にこうミラノ、あとトリノですね、トリノなんかでもですね、やはり同じような状況で、北イタリアのところの方がですね、かなり蔓延しているということですのでね、まあ、今回こういういろいろと、イベント等中止になっている中ですね、今回はこうやることができたというのは、まあ奇跡的なものだったと思いますけれどもね、はい、ということで、今回ですね、まあ、ミラノコレクションの、まあ、女性編をご紹介させていただきましたけども、まあ、アルジェントの世界観というのはこういろいろな部分ですよね、にこう広がって、音楽であったりこうファッションの世界であったりですね、いろいろなところに広がっているということをですね、今回はお話をさせていただきました。はい、今回の動画は以上ということになります。